山陽の田市立羽生小学校は山口県山陽の田市羽生にある公立小学校。山陽の田市域のうち、ハブ、福田地区に居住する児童の通学先となる。賢い子、優しい子、強い子を持ち、福田地区の3年以上が自転車通学、同地区の1.2年は車送迎。その他の地域は徒歩通学が原則で、登校時は 投稿班が結成される。1.23年は、児童の居住地区。4.56年は、ハブ、津野田小学校区での利用が認められている。また、国道190号では自転車を押して移動することとなっており、国道2号朝、羽生バイパスの鉱山トンネルの通行は禁止されている。少子化の影響は、羽生小学校にも現れている。 1980年代後半には1学年3クラスあったが、1990年代中頃には1学年2クラスとなる。1999年には1クラスの学年が出現するようになり、現在では1クラスの学年が多くなりつつある。このため、元来1学年3クラスで設計されていた校舎は、空き教室が増加しており、現在では第1校舎は、 教室としては利用されなくなりつつある。短期的な児童数の増減は、海上自衛隊小月航空基地の感謝のある、西大牧地区の動向に頼る面が大きく、1999年度に1クラスの学年が出現した原因も当地区の児童の転出が続出したことであった。第一校舎と第二校舎の間にある中には、秋にはサルビアが咲く。奥に見えるのは、イチョウの木。 第2校舎から見た、運動場羽生小学校西側の行動場から見た、運動場羽生小学校は、鉱山の南側の高台に位置し、校舎からは、津大名灘や関門海峡、九州を望むことができる。正門は、国道1 9十号から北上したところにあり、坂を登ったところで、第1校舎が現れる。校舎は、南から第1校舎、 第2校舎が設置されており、上述の通り、第1校舎は特別教室、第2校舎が普通教室として使用されている。校舎の西側には運動場が広がり、第1校舎の南西にプールが、南東に単位区間が設置されている。上記のように自衛隊の航空基地が近いため、法に基づき校舎は防音工事を行っている。始業式、就業式、入学式、 卒業式をはじめ、周期大運動会、社会科見学、修学旅行などがある。ありがとうございます。